オークリッチ国立研究所の水性菌室炉水性菌室炉とは水に溶かした核分裂性物質の塩を燃料とした原子炉である。核燃料が冷却剤かつ原則剤である水と菌質に混ざっているため菌質と名付けられている。水は重水でも軽水でもあり得るが純度が高くある必要がある。硫酸ウラニルを使った重水性菌室炉は 天然ウランによって臨界状態を達成することができるため、濃縮ウランは必要ない。軽水も水性菌出量でも1ポンド未満のプルトニウム239もしくはウラン233で運用することができる。その自己制御性と反応度の急増への対応能力は際立っており、非常に安全であり得る。 カリフォルニアのサンタスザーナ野外実験所でアトミックスインターナショナルは1940年に運動エネルギー実験座、キネティックエネルギーエクスペリメンツと呼ばれる一連の実験を行った。1940年代終わり頃バネジ掛けの制御棒を数ミリ秒で原子炉から引き抜き、その出力は100ワットから1メガワット程度になったが、何の問題も起きなかった。なお、 日本原子力研究開発機構の燃料サイクル安全工学研究施設には水性筋出炉を使った加藤臨海実験装置トレイシーがあり大きな反応度を引果できるようになっている水性筋出炉は中の水が沸騰しているように見えることからウォーターボイーラー型原子炉と呼ばれることがあるが実際はその泡は放射線や 核分裂変による水の放射線分解で生じているものである。水性菌質炉は自己制御性が高く、高中性小束で管理が容易であることから、広く研究炉としてよく使われたが現在、運用されているものは多くはない。腐食性があるため、硫酸溶液を使った炉はトリウムによるウラン233増殖炉に限られている。硝酸ベースの溶液では、 ステンレス鋼に対してほとんど腐食性の問題は起きない。金質炉の研究は第二次世界大戦末期に始まった。不均質炉の固体燃料要素が各分裂性生物を取り除くために酸に溶かして処理することに科学者たちは苦労した。科学技術者は固体燃料要素を破壊し処理する高価な処理を省ける液体燃料を使った原子炉を求めていた。 しかしながら液体燃料で発生する気体の泡と硝酸ウラニルベースの溶液での腐食が設計と構成材料の課題となった。エンリコ・フェルミはロス・アラモス国立研究所に世界で3つ目の原子炉となる世界初の均質液体燃料原子炉を構築することを提案し、その最初の炉はウラン235を濃縮した燃料を使うこととした。 最終的に同じ概念に基づいた3つのバージョンが建設された。情報保護上の理由からこれらは、ウォーターボイラーと呼ばれた。この名前は、高出力版のものでは、水溶媒が、高エネルギーの各分裂性生物によって放射線、分解されてできた水素と酸素の泡で、燃料溶液が沸騰しているように見えたからである。最初の炉は、 出力が実質的に例であったことからローポと呼ばれた。ローポは単純な燃料構成の臨界量を決定することと新しい色の概念をテストするという意図された通りの目的に役立った。ローポは1944年の5月に濃縮ウランを追加することで、炉が臨界に達し、エンリコ・フェルミは制御できたことを確信した。ローポは次の5 5キロワット出力の ウォーターボイラー炉を作るために解体された。ハイポと名付けられた、このバージョンは、前のもので使われた硫酸ウラニルに代わって、硝酸ウラニル溶液を燃料として使った。この炉は1944年12月に運用可能になった。初期の原子爆弾を作るために使われた、中性子の測定は、ハイボロを使って行われた。 1950年には、より高中性功タワーが必要になったため、3 5ット出力で運用できるように改造が行われた。この炉は、スポと名付けられ、1974年に廃炉になるまで、ほぼ毎日使われた。1952年に、フッカウラニルにした濃縮ウランを重水に溶かした2つの臨海実験が、エドワード・テラーの兵器の設計をサポートするために、 ロスアラモスで行われた。その実験が終わる時にはテラーは興味を失っていたが、その結果は初期の原子炉の改良に適用された。一つは溶液が直径25インチと30インチの反射体なしの円筒形のタンクに入れられていた。液面の高さは D235U の d 2応用液の原子数比で小さい方のタンクで1、230から1。 490大きい方のタンクで1、856から1、2801で臨界に達するように調整されていた。もう一つの型の実験では、35インチの球形の格納箇所を持ち、下の貯液からポンプで重水が上げられるようになっていた。直径13.5インチから18.5インチの6つの溶液球 D、 235U の原子数比で1時34分から1431で臨海に達した。これらの実験が終わると危機は退役した。オークリッチ国立研究所における水性金出路オークリッチ国立研究所において構築された最初の水性金出路は1952年10月に臨海に達した。 設計出力の1メガワットには1953年2月に到達した。原子炉からの高圧蒸気により小さなタービンを回すことにより150キロワットの電力を発電し、運用者はオークリッチ電力会社と名付けた。しかし、アメリカ原子力委員会は、軽水炉の開発のみを行い、他の炉型は成功したものであっても開発を続けることはなかった。 小型の水性菌出炉であるアーガス炉をもとにしてロシアのクルチャトフ研究所において環境汚染が少なく経済的に成り立つ放射性同一体の生産手段が開発されているこの2 0ットの熱出力を持つ炉は1981年により運用されており効率及び安全性の点で高い指数を記録しているこの炉によるストロンチウム89及び モリブデン99の生産法の採算性調査は途上である。ベルギーの国立放射性元素研究所の分析によると、アーガスロで生産されたモリブデン99のサンプルは非常に放射科学的に純粋であることが特徴で、不純物の割合は許容範囲の上限の2桁から4桁ぐらい小さいという。放射性医薬品としてはモリブデン99や ストロンチウム89は一般的である。前者は主要学や循環器科学や泌尿器科学のある程度の数の疾患を診断するのに使われるテクネチウム99メートルの原料となる。毎年600万人がヨーロッパでこの放射性同位体による診断を受けている。医療用同位体を直接燃料から抽出できることから、 水性菌出露に対する関心が再び高まっている。バブコックウィルコックスは水性菌出露をテクネチウム99メートル生産炉として提案している。水性菌出露を使って水の放射線分解による水素製造とプロセス熱生産を同時に行う試みがアナーバーのミシガン大学で1975年に行われた。類似の小規模な研究は ヨーロッパで続けられている。アトミックスインターナショナルは、熱出力 5W から 50kW の原子炉、研究、訓練及び同位体生産路として設計し、建築した。その一つのモデルである L-54 はいくつかのアメリカの大学や、日本を含む外国の研究機関に納入された。ありがとうございます。